三権の長たる議長に対して、まあ、こうした事案に対する対応はやはり自らが判断されることであると思いますし、その上で岸田総理は立法府として判断されるもので三権の長の重みということを考えてそれぞれの対応を考えるべきものではないかと述べました。